さあ続いてはこちら、大人の自由時間です。はい、このコーナーは仕事や日常生活を送りながらも、趣味を持ち自由な時間を過ごす素敵な大人をご紹介してまいります。それではご覧ください、大人の自由時間。さあ今回やってきたのはメディキット県民文化センター。今日はこちらである全国大会へ向け練習中の方々がいるということでお邪魔しました。はい、早速何か聞こえてきましたよ。ということでこの素敵な歌声は宮崎市で活動するエレガンテ・セレーノという女性合唱団。その歌声やパフォーマンスは県内、さらには全国でも高い評価を受けているグループなんです。そして今日の主役がこのエレガンテ・セレーノの代表を務める西留房子さんです。10歳の時に地元の児童合唱団に入団したのをきっかけに、ずっと部活も高校生までは合唱をやってました。でそれからしばらくコーラスから離れていたんですけれども、45歳の時に同級生のお友達がこのエレガンテ・セレーノに先に入団してまして、ちょっと手伝ってくれないかなというお誘いを受けました。練習の一生懸命さが、なんかこの年になっても大人の部活のような体験ができるんだなと思ってハマってしまって、気がついたらもう13年が経ってました。日頃はヤマハの音楽教室で4歳から高校生までの生徒さんにピアノ、エレクトーン、それから音楽基礎教育などをグループで教えたり、個人で教えたりしています。私も小さい頃からそういう合唱に親しんでいたので、やっぱりそれをみんなに広めたいなということと、子どもが大好きということでこの仕事を選びました。パートはメゾソプラノで歌ってるんですけれども、ソプラノに近いソプラノというか、アルトでもないし、ちょうど中間に挟まれてハモリを楽しめるパートだと思って、私もすごく気に入ってます。思うようなハーモニーが作れなかったりしたんですけれども、本当先生のご指導で今やっとこうみんなで満足できるハーモニーが作れるようになってきているところです。それがもうとても楽しいです。はい、本当にもう池田先生ありきっていうか、マルチな才能をお持ちの先生で、選ぶ曲からそれから衣装、演出、パフォーマンス、全て先生がお考えになるんですけれども、本当私たちがとても思いつかないようなことをいつもアイデアを出してくださって、私たちはただそれに必死についていってるような状態です。そうで、その時の顔が怖いよね。なんか一番辛い時とかの感じじゃなくて、いや、もっと前へ進もうっていう顔してみようか。みんなの前に進む顔ってどんな顔？自分たちが楽しむのがまず第一なんだけど、もうまずは聴いてくださる方に対してどれだけ自分たちが歌を届けることができるのか、心に寄り添うことができるのかっていうことで、いつもそこだけを必死にやってるつもりです。自分の個性をこう耕してくださってるという感じがして、本当に良かったなと思っています。そうですね、こう歌にこう表現をつけて歌えるようになった感じあります、先生について歌って、はい、皆さんの雰囲気や先生との絆、高い評価を受けるエレガンテ・セレーノの秘密が分かったような気がします。そしてその高い表現力の裏側には代表西留さんの存在の大きさがあります。先生が気持ちよく指導してくださるように、それから私たちも楽しく練習に参加できるような環境づくりに努めてます。まあ、一言で言ったらまっすぐな人、特に音楽に対してはもう一生懸命な人っていう感じですかね。すごく気が利く方なので、みんなのケアっていうかフォローっていうか一生懸命やってくれてると感謝してますけど、はい。ちょっとおちょこちょこ。いつもニコニコされてる。ニコニコされてるっていうのも歌ってる時も
普段も買わないので、笑顔も素敵な、8月の25日と26日にお母さんコーラスの全国大会に出場することになりまして、今日もその練習を一生懸命やっているところです。はい、今回14名というとても少ない人数で九州大会に臨んだんですけれども、2000名ぐらい のキャパで歌ったので、一人一人がしっかり歌わないと声が届かないということで、本当に一人一人の責任も大きかったです。やっぱり全国大会に行けるとか思ってなかったので、私はステージで結果を聞くことになってたんですけれども、エレガンデセレーノって選ばれた時にはもう一瞬なんか耳を疑ってしまって、もう信じられない気持ちでした。でも本当にもう嬉しくて、みんなで喜び合いました。もうやりきった感で、ステージから降りて、どうと感動、はい、大人になってこう充実感で涙が出るっていうのをやっぱりないじゃないですか。それをやっぱり味わうことができたなって思ってます。やっぱ日頃はこのようにこう暗いなんかまともない練習して地味に練習してるんですけれども、それがステージに立った時にこう素敵な衣装を着て、そしてライトを浴びて、で私たちの拙い演奏でもお客さんが一生懸命聴いてくださって、時にはもう涙してくださる、それがもう私たちも同じように感動して、もう本当にやっててよかったなといつも思ってます。はい、はい、ちょっと最後ホールにいるような、うん、ね、はい、僕たちも今 そんな気持ちになりました。素敵な歌声でございました、ね、こちらエレガンテセレーノをご紹介したんですけれども、はい、代表の西留さん、はい、普段の練習とか、まあ、大会でですね、団員の方がちょっと自信がないという方がいた時は、はい、もうご自宅に招いて、はい、で個人レッスンをするぐらいその気配りがすごい方らしくて、なんかでも伝わってきましたよね、そういうね、ね、うん、なんかメンバーの方もおっしゃってましたけど、やっぱ笑顔が、うん、房子さんは素敵だなと思いましたね。はい、佐藤君どうですか。いや、もうああやって一生できる趣味じゃないですか、うん、いいなと思いました ね。なんかその、まあ、佐藤君も野球とか楽しんでますけど、はい、やっぱチーム、はい、グループ組んで何か目標に向かうっていうのがやっぱすごくいいなと思いましたね。やっぱりその、まあ、佐藤君の野球とかとやっぱ通じるところはあると思いますね、うん、大人になってからでもやっぱりそれが好きな人たちがみんなで集まっ て同じ目標に向かって、そうそう、まあ、一生懸命練習したりっていうのはですね、うん、そうですね、何かこう僕らも一つこういうみんなでちょっと集まってやる趣味みたいなのを見つけたいなと、うん、そうだよね、思いますね。まあ汗くんは確かにサーフィンは一人でね、仲間はいるけ ど、まあ、るけど個人競技だもんね。そうなんですよ、うん、なんかないですかね。野球でしょやっぱそうなっちゃう、野球でしょ、うん、ただ本当に皆さんのコーラスグループと、うん、佐藤君たちのチームを、まあ、一緒にして、はい、ちょっといい話風にまとめましたけれども、一個違うのは皆さんは頑張って涙しますけど、うん、佐藤たちは笑って泣いているぐらいな感じで、まあ、そうですね、ホームラン打たれてもヘラヘラしてますまあそこは大きく違うところかななんてね、はい、思いました。あと、もう一つ、お母さんコーラス全国大会、こちら8月25、26日に愛媛県で開催されるということでございます、楽しんできてください。はい、はい、以上大人の自由時間でした。 CM の後はわが町レポートです。お仕事お待ちしてます。躍動感があるエレガンテですね。フォトグラファー田島瀬